こんにちは、スマユーチームのももかです。今回もスマユーチームが獲得した優待をご紹介していきます。大人の女性に人気のアパレル企業です。ご紹介するのは株式会社オンワードホールディングスさんです。オンワードホールディングスさんは中核企業のオンワード柏山をはじめ50社以上のグループ会社を束ねる持ち株会社です。グループの事業は大きく分けて2つ、アパレル関連事業とライフスタイル関連事業です。売上高の約7割は国内のアパレルです。次いで国内のライフスタイル、海外のアパレル、海外のライフスタイルと続きます。合わせると大体1割弱が海外の売上高という感じです。アパレル事業の代表的なブランドです。落ち着きのある品のいいレディスが多い印象です。23区や自由区、ICB は百貨店に出店している中価格帯以上のブランドです。アンフィーロやアンクレイブは D2C ブランド、つまりネット販売がメインです。柏山はスーツのオーダーメイドです。他にも知名度のあるブランドをたくさん展開されています。ライフスタイル関連事業はバレエ用品のチャコット、ペット用品店のペットパラダイスなど、いろいろな店舗やサービスが含まれています。アパレルの枠を超えて様々なビジネスを展開されていることがわかりますね。それではオンワードホールディングスさんの企業情報と業績を見ていきましょう。本社は東京都中央区東証プライム市場です。前々期の2022年2月期はコロナの影響が続き、営業利益は赤字でした。一方で自社ビルなど保有していた不動産の売却で大きな特別利益を出しています。前期2023年2月期はコロナの落ち着きや構造改革の成果が出て、売上増収、営業損益も黒字に転換しました。今期2024年2月期は主力ブランドも新規ブランドも好調なスタートを切りました。7月に第一四半期の発表を行った際、早くも業績予想と配当予想両方ともに上方修正を出しています。配当はもともと期末に14円の予定でしたが、2円アップして16円としています。それでは株主優待を紹介していきます。権利確定は2月です。まず100株以上の保有でもらえるのがこちら。公式通販サイトのオンワードクローゼットで使えるお買い物 20% 割引クーポンです。オンワードクローゼットはグループのアパレルブランドを網羅した EC サイトです。隠していますが、ここにクーポンコードが6つ書かれています。コード1つにつき、税込みで上限33万円までのお買い物に使えて、そこから 20% 割引を受けられます。好きなブランド、よく買われているブランドがある方は、とても嬉しいですよね。ちなみに、オンワードクローゼットには、クリック&トライという面白いサービスがあります。サイト上で気になる商品があったら、取り寄せる先の店舗と来店日を選択すると、実際にお店で試着ができるサービスです。オンワードクローゼットに載ってる対象商品であれば、来店するお店とは別のブランドの服も取り寄せることができます。サイズ感や自分に似合うか確かめてみたいという時には便利ですよね。保有株数が増えると追加の優待があります。1000株以上で3000円相当、5000株以上で1万円相当のグルメがもらえます。グルメ EC サイトのオンワードマルシェにログインして、掲載されている商品から選ぶことができます。ログイン情報が記載された紙が送られてきます。ちなみに、スイーツやおつまみ、お惣菜、お酒、調味料、食器など250点を超える品から選ぶことができました。今回は1000株保有だったので、実際に取り寄せて手元に届いた品があります。まだまだ連日暑いので、ひんやり冷たいお菓子がいいなと思って、こちらの吉野のくず餅セットにしてみました。せっかくなので一ついただいてみます。はい、用意できました。それではいただいてみます。きな粉と黒蜜がプルプルしたくず餅にマッチして、とっても美味しいです。ごちそうさまでした。では最後にスマユーポイントです。スマユーポイントでは優待の内容と
株式保有に必要な情報を確認します。優待の権利確定は2月です。100株以上の保有で公式通販サイトオンワードクローゼットの割引クーポンがもらえます。クーポンには6回分のコードが記載されており、1つのコードで税込み上限33万円までのお買い物が 20% 割引になります。1000株以上からはグルメ EC サイトのオンワードマルシェの対象商品から3000円相当のグルメ商品などを1点選択できます。5000株以上になると1万円相当に引き上がります。動画公開時点の2023年9月の株価は500円から600円くらいのレンジで推移しています。優待獲得には最低でも5万円から6万円くらいの投資金額が必要になります。オンワードホールディングスさんの株主優待の紹介でした。23区でゴルフウェアが出てるんですけど、ちょっとそちらが気になってまして、買うときはぜひクーポン利用してみたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、励みになります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。